は自信満々に叫んだったのに、今そこを向けたのは火の海じゃ。全部自分のソーシャルディスタンスの中で起きた忘れたくない思い出。なんそれめっちゃいい。あー、こんな日で早おらんかな。ねえ、私どんな絵描いてた？実はそのワンソー、僕がバイト先の薬屋さんからもらって聞いたものさ。おばあちゃんにあげてね、同じ夢を見るの。それはいいな。いやいや、この絵はお前にやる。買いたいの。本当に素敵だと思ったから。ねえ、あれさ、何赤？私あれ最近茶色にしたんやけどさ、もう全然髪の毛に色のらへんくてさ、ねえ、もしかな。まだ。あ、いやいや、最後の方が。え？ほんまや、ラップぐるぐるに巻かれちゃう。おかんかったらええやんね。え？同じこと言うよ。誰と？私ら二人とも言うたもんね。うん。ねえ、なんでトランポリンさんって私の部屋なの？引っ越しまでの辛抱、引っ越し終わったら部屋別にするから。なんで私が辛抱しなきゃいけないの？お電話変わりました。あ、小田です、お楽しみです。あ、小田さん。やった、俺、信夫だよ。てめえこそ誰だ？あ、同じ小学校だった広島。知らねえな。お金もないのに憧れる。お前な、取れたぞ。取れた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 ぞ。頭のですか？シャルは。井上さん、井上さん、生きてます。川島さんまで生きてます。ではダメ、私を置いていかないで。センター長、もしかして結婚しよう。えらい大きな結婚の祝いに行った。行ったね。ダン、確かに。ミイラを好きなのか？好きだよ。アルトだって好きだろ。だってニーナはいつも明るくて優しい。芋の季節だよ。今年も、今年もお母さんの愛情だ。はあ、いいからお前も帰れよ。いや、そんな言うてる場合じゃないじゃないですよ。誘拐事件起きてるでしょ。ご主人誘拐されたって電話あったんでしょ。いくら反抗期でもスピリチュアルに逃げちゃダメだよ。違うって。え、何？今、タカ君以外に誰かいる？女の子の声がしたんだけど。怖っ。え、ちょ、何カルチャーショックや。さえちゃんはもうちゃんと都会の人って感じやね。垢抜け女子。いや、そんなことないけんだ。タケル君のお父さんはな、誘拐されたい。何言ってんの？お父タケル！新選組御用改め改め、元非常勤ヘルパーの池田です。助かったよ。さえのこと嫌いやったっけ？なんかあったっけ？何それ、なんも。高校の時から好きやったが、あっくん。ほんで仕返し、高校の時付き合えたさえに。何がそんなに悪いんですかね。あすかちゃん、そんなこと言うたらほら、また春樹が
言葉はそんなことを言うために、いい人配った？配りました。なんでや？だって私ら単純に外注先なわけやないですか。すぐ会いたいんだもん。会いたくて会いたくて震える。病気だよ。一度神経内科に行ってみたらどうかな。おかしい。じゃあ来週会いに来てね。秋だよ秋だよ秋が来たよ。お芝居を見てるときはこの街は一つになる。たかが数時間の物語がこんなにも多くの人の心を乱してくれるんだ。心を開いた人がいたはずだ。ヒービルゴー広島。お前はまるでどう転がるかわからないラグビーボールと同じだ。今日こそラグビー部に入れ。排気するぐらい勉強できる場所はあふれとるやろ。せやから勉強せえ。奥さんから誘ってきました。いい加減なことを言うな。